皆さんおはようございます。小野坂正也のニューヤング TV 始まりますよ。小西君どうしたの？閉じ込められている。え、閉じ込められてる？今ババアに閉じ込められている。ババアに閉じ込められてる？小西君がこの家から脱出しなければ。脱出したいの？そんなゲームやりたいな小西君そんなゲームちょうどそんなババアに閉じ込められて困っていて脱出したいっていう小西くんの気持ちを叶えるゲームがあります。いやないでしょそんなゲーム。甘えあります。何ですか？グラニー。グラニーはい、ということで今日は、脱出ゲームなんですけど、なんかスタッフが進めてきたんですけども、5日間の猶予があって、その間に脱出するゲームらしいんですけど、余裕やそんなん。非常に難しいらしい。5日間あったら余裕でしょ。そんなことババア減るでしょ。そんなことしてもこの、はい、どうしたんですかマッサヤさん。そんなババアだったら全然いけません。選択してますからね。この部屋でゆっくりしてくださいマッサヤさん。わかりました。出ちゃダメですよ。あ、はい、選択してますけど出ちゃダメですよ。ガチャ。マッサヤさん今出ようとしてましたよ。全部見えてますよ。いや大丈夫、選択してくださいよ。全部お見通しで。お父さんじゃなくなっちゃったっていうゲームなんです。ゲームなんですね。難しいらしいですよ。そんなゲームできるかな。できる。おい、おい、おい、ヤング、おい、おい、ヤング、おい、できるって一回言ったら拍手してもらえる。まあでもここのビルもうすぐ閉まりますから、早くやりましょう。そうだ、早くやりましょう。早くやりましょう。ということで今日はグラニーっていうゲームをやりますよ。ユン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 ユーチューバーニャン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 。ぶちかましてガチボコレ。違うやそれ。お金もらえちゃうそれ。さあ小西くん、はい、じゃあ早速やってみたいんですけども、ちょっと待ってください、あのスタッフさんが、このゲームは音が大事だから、両耳にイヤホンつけるかって言われたんですけど、聞こえません。何が？あなたの声は小西さん、そこは声優なんだからちょっとこう外す声優なんだから何ちょっとここをキュッて外すなり何なりいていこれはダメダメダメ。ちょっとカナル型だからちょっとね引っかかって痛いんですよ。ここちょっとこう外せばいいじゃん。グラニーってこんなゲームなの。はい、じゃあプレイしていこう。おばあちゃん。で一日。おばあちゃん。一日始めた一日目。どうやって操作すんのやろ。分からん分からん。おばあちゃんに見つかったらあかんから。こんなしっかりできてんの？隠れやなあかんねんね多分これな。どっかに。どっかに隠れ。ルール全然教えてくれへんまま俺やらされんねんけど。これはおばあちゃんに見つかったらもう捕まってしまうんですよ。だからおばあちゃんには絶対姿を見られてあかんのです。であと物音を立てるとおばあちゃんが近寄ってきます。で、このなんかいろいろ引き出しとか開けへんの？どうやって開くの？近づくんちゃう？どうやったら行くの？これだよ。俺やん。近づく。いや、音を立てたからでしょ。デイニーや、デイニー。あとおばあちゃんが想像してたおばあちゃんと全然ちゃうねんけど。この上のこれちゃうの？これこういうことや。ここへ隠れるんや。音したんは自分、あ、この音自分で立ててる音なんちゃうこれ。おばあちゃんの人、お、どこ、ほらほらほら、ドアがどこ、ドアガタガタなってる、ガタガタなってる、ドアどこどこ来た。え、でも俺勝つで、こんな全然。こんなおばあちゃん。ババどこ行った？違うとこ行く。早く来たら。あ、どこ出るってこと？こっちこっち。座ってんの？ほんまに。違う。ここの下には入れる。ほんまやね。あ、あかんのじゃん。小西くん、また。ほら、光ってるやん、なんか。あれ、なんやろ、あれ。なんやろ、あれ。ろうそくちゃう？小西くん、画面やから、こうやっても見えへんで。あ、え、もう早く隠れて、小西くん。今、ガッチン言った。今の音は声けへんの？来た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 、ほら。うえーい。
も行ったのかこれ。行ったよ絶対。うん、あ、ん、罠やんちゃうこれ、罠、罠、こう罠ちゃう、ここをなんか置いたよ、ほらだってこれ、ほらほったやん、オッケーなんで、あれ絶対罠やで、あれあれ罠やで、罠で3000ポイントや。ほらこれ、トラバサミや。この鹿ってこれだよ。あ、ボボ来た、ああ、ああ、ああ、ボボ来た、ボボ来た、あぶねー、ぶなあぶな、ババあぶな、よう避けたな、あぶな、カタブラ、え ババ上来た、ババ上来たよ、上、ババ来た、ババ来た、ババアを攻撃はできない。おう、あ、トラバサミ、トラバサミ、トラバサミ、ほら、仕掛けててんやん。あ、トラバサミや、これなんや、これどれ、これそこ行こう、そこ行こう、出よう、出よう、そこ行こう。小西くん、俺の時はすごく小西くんが荒いねん、やり方。あ、なんか出たよ、これほら、ドロップ、ドロップ、何持った、これで読むんや。あ、あれ持ったらババア殴れんちゃう。ほんま。なんか探そう、アイテムなんかないか。この絵は？何音立ててんねん。静かにせなあかんのに。いや、ちゃう、今のね、トラバサミを仕掛けられた音や。あ、おばあちゃん来た。来たよ、おばあちゃん。音を頼りに。出ろ。その扉や、その扉や、そこに、そこじゃん、ん、トラバサミ気をつけて、うわぁ、トラバサミ気をつけて言うたのに、慌てると足元を見なくなるからダメですよ。もうなんか血まみれやん、もう画面が。もうなんかあれも落ちてるし、なんか足元に。はよ、下入らな、殺されんで、はよ、下入らな。ここは、あ、便所ある。ちょっと待って、これでも隠れられんちゃうの、ほらほら、そこまで行けるのかっちゅう話よね。なんか落ちた、テーブルの下入られへんね、入られへんの。ババ来た、ババババ来た、ババババ来た、ババババ来たよ、ババ小西くん、なんで上上がんの、なんで上上がんの、小西くん。隠れられるとこないからや。もう今の全然追っかけてこなかったってこと。じゃあ多分見えてなかったんじゃないかな、距離的に。絶対バレてんで、今のほんまやったら、ほんまやったらな、ほっぱやったらな。ババアを見とるから、これババアもしかしてしゃがまれへんのちゃう、膝悪うて。なんでチリリンってなんの。隠れるとこないよ、ここ。これなんか箱じゃない、これ開ければ電子レンジちゃう、電子レンジ、ババどっちや、ババババどっちや。ここ入れてる、あ、見つかった。あー、あと1日最後で、マサヤ頑張れ。 The last day。 もっとね、いろいろ調べられると思うんやね、2階も。びっくりした。小野坂まさやにびっくりしたわ、今。ちょっと今までベッドの下覗かれへんかったやん、急に覗いてきたよ、やって。
前びっくりした今。いやいや、今見たでしょ。急に覗いてきたんやって今。見たけど急にもうわーって言われたらわーってなるでしょ。だって言えへんかったよみんな。だってさ、はあ、びっくりした。さあ、というわけで、ということで今日はグラニーっていうゲームを体験してみたんですが、はい、どうでした小西さん。全然進まなかったですね。全く進まなかった。多分僕らはババアにビビりすぎて調べてないです。情報をこう探せなかったってことで、うんうん、ここにある。これアプリゲームなんですか。鬼ババアがいるみたいなこと書いてあるんじゃない。無料の。割としっかり作られてましたね。だからあのいろんな YouTuber の方がもうすでにプレイされてだいぶ前にバズりました。おいこれやめろ。なんでじゃこれ。だいぶ前にバズりまして。時代遅れ時代遅れ。おいこんな時代に。おい小泉。ああ何しとんねんお前。だからちょっとね遅いんですよ。うちはもう本当に先んじてみろよ一回ぐらいは。これバズってるんでやりましょうって言ってやるときはもうバズり終わってるときだからですね。小西君はなんかだからこういうのやってもちょっと内容してたりして、俺なんかもすげえ初めてだから、どうやんのみたいなことになってうわーっつったらわーってなったじゃん。もっとだからさ、これバズるんじゃないかっていうゲームをね、うん、探して。うちの利点は小西くん、うん、見てくれてる人も情報をくれるっていうところだからさ、うん、あ、そうやね。だからまたあのアンケートでちょっとどんなゲームがバズりそうですかみたいなことをね、うん、やって、その皆さんの意見を聞いて君たちコンクラが選べばいいわけでしょ。またあんまり YouTuber の方がやってないようなゲームで面白そうだよっていうのがあれば、プロ野球チップスを箱買いしてずっとカード引こうぜ。古いねん。じゃあ来週メントスコーラやります。スターもお仕事頑張ってね。バイバイ。ぶちかましてガチボコレ。でもそれ終わってだいぶ前に。